ね、まあ、竹取りの前に釣るし、いいかなって気もしてるけど、じゃあこっちの方回ってくような予定で。まあまあ、まだまだ一日長いですからね。よいしょ。取れんのかな？おお、こう出た。へえ、こんな自販機あんだ。何のお店だ？みんなに用意持ってなくて。どんなことかもある。ちょっと買っててもいいな。飯何も食えてねえからな。飲み物あるでいいね。あ、11年期なんだ。こんな感じになってるんですね。で、ええとねえな。今7時16分ぐらい。名古屋方面が、次7時27、あ、7時27分のか、ちょっとしばらくないのか。そうすると8時ちょうどやもんな。なるほどな。ちょっと駅前、見るだけにしとこうか。金沢なんだ。安くがあって。まあ、やはり、関ヶ原のね、古戦場の案内がわーっと出てますけど、この橋脚口右にかなり来るよな。で、古戦場は、現在地がここで、役場とかはね、ちょっとここの、また空いていった先のところにあって、決戦地は、全般にね、この辺り、この原っぱ全般を使ってね、戦っとったんで、ここですっていうふうに、なっとるところは少ないんですけど、一応決戦地とかこの辺りにあってる。で、記念館とかがあるのはこの真ん中のところら辺にありますね。さっきのあの建物がこの辺りですね。っていう感じです。まあ結構昼間に来たらね、いろいろと、やっぱ観光の方も多いですし、うん。向こう側のある感じになってますんでね。町の役場周りにちょっと市街地みたいなのがあって、で、国道が走っててね、間違えるとこの国道を使ってくることが多いですからね。こんな感じですね。なるほどなぁ。あ、眩しい。まあ、あまりそれっぽいものを買っとる余裕もなさそうなんで、さっきの自販機でなんかちょっと買って行きますか。よいしょ。結構趣のあるデザインになってますね。やっぱそれなりに古いね。昭和27年製なんだ。結構戦後作り。戦前かなと思ったけど、すっきり戦後なんですね。まあでも昭和27年だと古い。そうだそうだ。あ、昭和31。
ことも分かれてて、そのまま三河宮まで行けるのは行けるんか。あ、でもその後が大変になるからな。まあ、ずっと時計回り潰していく方のがいいでしょう。まあなんで岐阜か、岐阜で乗り換えかだったよな。よし、ちなみにとってのはこんな感じですね。私の若い子、こちらと下の方のやつですね。でこの上に加わって乗ったのがこの新樽井線か。貨物とか特急がなんかとからしいですね。どうも、こちらと間違ってきたのが、あの、例の荒池のとこら辺なんで、結構、東海道本線がぐちゃぐちゃっとしてるのも、特徴的なとこですね。で、そうですね、岐阜からまた、こう、分かれてくる。高山線か。はい、ちょっと、変則ですね。多分、乗り換え的には、名古屋で、名古屋で中央線乗り換えがの方のがスムーズに行けるんかな。多分乗り換え1回できるもんな。よいしょ。まあやけど、せっかくなんでね、箕面の方も回ってみたいしたね。この待合所みたいなのもいそうやけど、冷静に考えたら前歯から浜松まで直通してるってえぐいな。ああ、よし。